オービタルはイギリスのテクノユニットである。フィルハートノル、ボールハートノルのハートノル兄弟によって結成された。アンダーワールド、ケミカルブラザーズ、プロディジーラと並び、1990年代のテクノシーンを代表するアーティストの一つである。ライブではライト付きの電飾メガネをつけてプレイするのが大きな特徴。1989年にイギリスで結成。 1990年にリリースしたシングルチャイムで一躍シーンにその名が知られ、また同曲は数多くのアーティストにリサンプリングされるなどデビュー初期からシーンに大きな影響を与えるアーティストとなる。1991年に初のアルバムオービタルをリリース。1993年にも同名のアルバムがリリースされる。この二つのアルバムは ジャケットの色から1991年リリースのものをグリーンアルバム、1993年リリースのものをブラウンアルバムと呼び分けたり、またはリリースされた順にオービタル、オービタル2などと呼ばれている。本人たちは来日時ドミューンでの出演で2枚目のアルバム名はオービタルプラスだと言っている。ブラウンアルバムにはラッシュ、インパクト、ハルシオンオン,オンなど、 バンドを代表する曲が多数収録されており、単なるダンスツールとしてだけではなく、アナログシンセサイザーによる重厚かつメロディアスに重なり合う旋律の構成は、極めて音楽性が高く、これにより、シーンにおけるバンドの評価が確立することとなる。彼らは、ローランド TV-303 の優れた使い手でもあり、1993年前後の アシッドハウスリバイバルの立役者としても重要なポジションにある。本人たちは結成当初の第一次アシッドハウスムーブメントの頃に始まり、初期のブームが沈静化した後も TB-303 を好んで使い続けており、時折友人らからアシッドは終わったんだ。303の音を控えてみてはどうだろうかと意見されても、そのスタンスは崩さなかったと語っている。 1994年のアルバムスニベライゼーション以降、1995年にハルシオンオンが映画ハッカーのサウンドトラックに使われてからは映画への曲提供も増えるようになり、1996年のアルバムインサイズ収録のザボックスやバルキルマー主演の同名映画のテーマザセインと、2000年にはレオナルド・ディカプリオ主演のザ・ビーチへの曲提供、2003年には 映画オクターンのサントラアルバムを担当するなどした。ゲームへの曲提供も行われ、1995年には PETROL をワイプアウトのゲーム中の曲として提供している。2002年にベストアルバムワーク1989から2000をリリース。そして前述のオクターンサントラリリース後の2004年6月に最後のアルバムとなるブルーアルバムをリリース。すべて新曲であるが、 それまでのバンドの活動をたどるかのように、各時期ごとの特徴を持った曲で構成されていた。そして同年のワイヤー出演を最後に活動を終了した。なお、2007年にはフィルハートノルはニック・スミスと共に、新ユニットロングレンジをポールハートノルはソロ活動をそれぞれ開始している。2009年に活動を再開し、 同年開かれる多くのフェスでヘッドライナーを務めることが決まっている。2014年に再解散したことをオフィシャルサイトで発表。なお、2017年8月18日のそのクマニアで出演予定。また活動を再開したと思われる。ありがとうございます。